ウィリアム・アドルフ・ブグローが、ブルトン人の指定ブルトン人は、フランス、ブルターニュ地方に主として暮らすケルト系民族のこと。ブルターニュ人、ブレース人とも言う。彼らの先祖は4世紀から6世紀にかけて、グレートブリテン島南西部から移住してきた、ブルトン人である。ブルターニュという地名は彼らにちなんでおり、一部の、人々は、今も、ケルト語系のブルトン語を話している。 フランス国外、カナダ、アメリカ合衆国、イギリス、アイルランドにもブルトン人のコミュニティがある。ブレースとは、ブルトン語で、ブルターニュという意味である。ブルターニュは、中世の間ブルターニュ公国という、ほぼ独立国家で、英仏間構想の重要な地であった。ブルターニュ継承戦争は百年戦争の一部であった。ブルターニュが、フランス国家に組み込まれたのは、 フランス革命後の1789年である。ブルトン人は曖昧ではあるが、アーサー王伝説を広く、ヨーロッパ文学へ発信する際に、鍵となったと考えられている。ジェフリー・オブ・モンマス自身が、ブルトン人の先祖を持つ、ウェールズ人であった。ブルトン人は、その歴史の多くの時期で、世界中に移り住んだ。1066年にノルマンコンクエストを行った。 ウィリアム一世軍の大多数はブルトン人で占められ、彼らは大勢のノルマン人と同様にイングランド、ウェールズ、アイルランド、シチリアなどへ植民した。ブルターニュの港はフランスがアメリカ大陸植民地化を進める間、その出発点となった。ブルトン人は現在のゲベック州でフランス人植民者の重要な割合で繁栄した。彼らは フランスの奴隷貿易、海賊的な冒険者として重要な役割を担った。長い間、ハイチのカトリック聖職者たちはブルターニュから最初に補充されてきた。イルド・フランスにも相当な規模のブルトン人コミュニティがある。1910年代の独立運動に続いて1930年代にはブルトン国家党が結成され、 ナショナリズムやフランスからの独立を模索したが、次第に、ファシズムへ接近していった。第二次世界大戦後、ブルトン国家党は解散させられ、多くのブルトン人の権利活動家や民族主義者らが、退独協力の疑いをかけられ処刑されている。現在、ブルトン人であることを示すのは、ブルターニュ出身であったり、ブルターニュ在住であることよりむしろ、 ブルトン人文化の独自性を主張する人たち、すべてである。ブルトン語は、コーンウォール語と非常に近いブリソン書語の一つで、ウェールズ語とは少々異なる。ブルトン語は、当初ケルト語の一部である。ブルターニュ東部は、ガロ語が発達したオイル語圏である。ガロ語は、語彙、慣用と発音の特定の部分を、ブルトン語と共有する。どちらの言語も、 フランスの法律では公用語の地位を得ていない。しかし一部の人々はブルトン語を日常的な言語として話し、ブルターニュ西部では二言語の道路標識が一般的である。20世紀前半の間、ブルトン人たちはフランス政府によって強く落胆させられた。しばしば学校や教会といった公の場で格下の言語の扱いを受けたのである。 公教育の場では、ブルトン語の使用が禁止され、公園には、地面に唾を吐いたり、ブルトン語を話したりしないことという注意書きが、張り出されたりした。多くの家庭では、文化の交代とみなされた言語が子供たちにとって不利になることを恐れ、ブルトン語を次世代に伝えないことを選んだ。近年になり、ようやく、ブルトン語を保護するよう求める活動が起き、2008年には、 地域言語をフランスの文化遺産とする憲法改正案がフランス国民議会で通過した。すべての子供に地域言語教育を保障する内容の地域言語法案も提出されている。ブルトン人は改革派教会、無宗教の少数派とともにカトリック教会信徒が優勢である。ブルターニはフランス国内有数のカトリック教会への信仰堅固な地である。 1970年代から1980年代の間、日曜日のミサへの出席が取りやめられたが、その他の宗教行為、例えば巡礼は復活された。これは、ブルターニュの七聖人の地を回るトロブレースである。キリスト教に根ざした伝統は、信者、非信者の両方に大切にされており、ブルターニュ文化や歴史記念物の象徴とみなされている。ブルターニュの旗。 白と黒、ありがとうございます。